はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインまであと2日、今日も結構動きがありましたね。開幕前は地区優勝筆頭候補に挙げられながらも、ここまで悔しい1年となっているカージナルスがついに売り手に回ったと言ってもいいトレードを今日2件まとめたのもそうですし、またここのところ怪我人の多さに悩まされているエンゼルスがサイドの野手補強を敢行。この他ブレイブスが渋いながらもベンチの強化に動き、計4件のトレードが成立となりました。今回も今日まとまった主なトレードについて簡単にお話していければなと思っています。まずは今日一番の目玉はやはりレンジャーズとカージナルス間で成立したトレードでしょうか。レンジャーズがカージナルスから先発投手のジョーダン・モンゴメリー、リリーフのクリス・ストラットンを獲得し、カージナルスは3人の選手、MLB で一定のプレー経験もあるリリーフ左腕ジョン・キングに、ベースボールアメリカのプロスペクトランキングでレンジャーズ参加13位の評価を受けていた先発投手テコア・ロビー、同じく参加15位の内野手トーマス・サジェイシーを獲得しました。レンジャーズは昨日マックス・シャーザーのトレードに合意したと報道され、今日正式発表されましたが、それに続いてまたもこの夏のトレード史上目玉クラスに近い先発投手のモンゴメリー獲得と、先発陣を一気に強化してきましたし、またストラットも加えたことでブルペンのデプスを厚くすることもできたのかなと。一方でカージナルスは共に今季オフに FA となるモンゴメリーとストラットンを使って、まずは今季すぐにブルペンで投げるであろうキングに加え、現在怪我で離脱中でありますがダブル A で先発しているロビー、同じくダブル A で好成績を残しているサジェイシーと、近い将来 MLB での貢献が見込めるプロスペクトを今回手にすることができました。レンジャーズがここのところ先発陣に課題を抱えているというお話はシャーザーのトレードの動画でもお話したところでありますが、今日その先発陣から今季オールスターにも選出されたイバルディが前腕の怪我で IL 入り、チームは軽傷であることを強調していますが、箇所が箇所なだけに状態が心配される中、すかさずモンゴメリーという計算できる先発投手を加えてきました。モンゴメリーはシャーザーのようなフロントラインスタータータイプではないものの、今季21先発で防御率 3.42、 ゲームメイクの面では信頼できる選手だと思いますし、かつ今季限りのレンタルという意味ではエンゼルスがジオリトを獲得してきたトレードと比べても求められる役割の違いはあれど、見返りも割と許容範囲な印象ですので、大きな出費を伴わずにモンゴメリーをプラスできたのかなと。ストラットンは今季42試合で防御率は 4.336と目立つものではないですが、投球内容自体はそこまで悪くはないように思いますので、移籍後バウンスバックすれば面白いですかね。個人的には先発の価値が高騰する中でモンゴメリーにストラットンを加えた対価がこの程度かと思った部分も最初にトレードを見た印象としてありはしましたが、来季すぐにコンテンダーに戻る予定のカージナルスとしては MLB に比較的近いプロスペクトが中心のパッケージを優先したかったのかもしれません。サジェイシーなんかは選手のタイプ的にエドマンやドノバンみたいにカージナルスがうまく伸ばしてもおかしくはなさそうですので楽しみですね。またカージナルスはブルージェイズともトレードを成立させ、このトレードでブルージェイズはリリーフのジョーダン・ヒックスを獲得。見返りとしてカージナルスは2人の先発のプロスペクト、ブルージェイズ参加7位のセム・ロベルサと参加18位のアダム・クロフェンスティンを獲得しています。ブルージェイズはクローザーのジョーダン・ロマーノがオールスターで負傷降板したあたりから腰に問題を抱えていまして、今日それが原因で IL に入ることとなってしまったので、ヒックスはその代役を担いつつ、ロマーノ復帰後は強力なパワーピッチャー2人を並べることにもなりそう。ブルペン強化にもつながったと言えるでしょうか。一方でカージナルスはトレードデッドラインを前にヒックスと契約延長交渉していると報道されましたが、こちらが実らずトレードへ。とはいえこちらも比較的 MLB に近い先発有望株を2人手にしましたので、契約が今季までのリリーフの対価としては十分だとは思いました。ロマーノの怪我はそこまで深刻ではないとはされていますが、腰の怪我は時に厄介なことにつながりかねませんし、ブルージェイズもロマーノの復帰に向けては慎重を期すと考えられます。ヒックスは平均 100.5 マイルの超高速シンカーが何よりの魅力であり、これまではそのスピードの割に三振を奪えないピッチャーでしたが、今季は奪三振が大幅に増加。対戦した全打者に占める奪三振の割合 31.2% はキャリアハイペースで推移していましたし、今季序盤はボロボロでしたが、6月中旬から9回を任されるようになってからの13試合で防御率は 2.03 と好投も続けていましたので、ロマーノの代役を任せるには適任でしょう。最近は制球面も安定していますし、かつ打球関連の指標も優秀ですので、実力を発揮すればブルペンで頼もしい存在になってくれるのではないのかなと。一方でカージナルスが獲得した2人のプロスペクト、ロベルサはソリッドな先発投手となれそうな評価みたいですし、クロフェンスティンも今季ダブル A で好成績を残していますので、モンゴメリーのトレードと同様にヒックスのトレードで獲得した選手たちも早い段階で MLB の戦力となる可能性はありそうですよね。カージナルスはデッドライン当日までまだ売り手の動きに出ると思われますが、ひとまず今日のトレード2件でなかなか有望な選手たちを手にできたのではないでしょうか。続いてはエンゼルスとロッキーズ間で成立したトレード。エンゼルスが外野手のランドール・グリチャック、内野手の CJ クローン、さらには金銭を獲得し、ロッキーズは先発有望株2人、エンゼルス参加21位のジェイク・マッテンと参加29位のメイソン・オルブライトを獲得しています。エンゼルスはちょうど1ヶ月前にエスコバーとムスタカスを獲得したのに続いての野手補強となりましたが、なかなか怪我人が戻ってこない中で、ウォードがデッドボールで顔面骨折の大怪我を負ってしまったことで、急遽グリチャックにクローンと2人の獲得に動いた格好でしょうか。
ちなみに2人とも元エンゼルスの選手で、グリチャックはちょうどトラウトの一つ前の指名としても有名ですが、2009年全体24位指名、クロンは2011年全体17位指名をそれぞれエンゼルスから受け、クロンは2017年までチームでプレーしていましたね。一方でロッキーズは契約が今季限りの選手を再びエンゼルスに売り、エンゼルス傘下内でも比較的評価の高い先発有望株を獲得してきました。マッテンは媒体によってはトップ10に入れているところもありますし、オルブライトは今季シングル A で好成績を残している選手です。しっかりグリチャックとクロンを売り抜くことができた点は良かったのではないでしょうか。先日ジオリトを獲得し、オールインの覚悟を完全に固めたエンゼルスですが、怪我人がなかなか戻ってこないばかりではなく、不幸のアクシデントによってウォードが大怪我、このトレードの後に60日アイルに入ることが発表され、今季の残りのレギュラーシーズンはほとんどプレイできないことが確定してしまいました。その穴を埋めるために急遽グリチャックを獲得した側面がおそらくあり、今季のグリチャックは開幕出遅れはしたものの、64試合で打率3割8厘、WRC プラス118とクワーズでのプレーを加味してもなおリーグ平均を上回るバッティングが見せていましたので、少なくとも打撃面では最近好調だったウォードの穴をある程度は埋めてくれるんじゃないのかなと。クワーズでの成績の方が圧倒的にいい選手でありますので、そこの心配と、あとは守備に関してはウォード比ではダウンするかもしれませんが、まあそこは目をつむりましょう。クロンについては2018年以降短縮シーズンを除いて毎年25本以上放つパワーが魅力のファーストですが、今季はここまで1ヶ月以上離脱したこともあってか、56試合でホームラン11本、 WRC プラスの面でもリーグ平均以下のバッティングに終始していますが、ただ XWOBA 3割5分8厘は2021年以前の水準に近く、持ち直す期待が全くないわけではないのかなと。8月のエンゼルスはコンテンダーとの対戦が続く厳しい日程も待っていますので、そこをどうにか乗り切るべく、まだまだ補強来る可能性ありそうですし、今回獲得した2人が期待通りの働きを見せるかですかね。大きめなトレードはここまでの3つかなと思いますが、最後はブレイブスとロイヤルズのトレード。ブレイブスが内野手のニッキー・ロペスを獲得し、ロイヤルズは左腕のテイラー・ハンを獲得しています。ブレイブスは守備に定評のあるロペスを獲得し、内野の控え選手層を強化しつつ、それを先日 DFA したばかりのハーンの放出だけで実現できたので悪くはないのかなと。もともとそのハーンについても先週レンジャーズからの金銭トレードで獲得していましたので、実質金銭でロペスクラスの控えを持てるならいいなと。一方でロイヤルズはおそらくハーンのポテンシャルを評価したのだと思われますし、 MLB 通算防御率 5.26 とはいえ、左で平均95マイル以上出ますので、その気持ちもわかりはするんですが、そこにロペスを出すんだなと思った部分も正直あります。なんならそれこそ先週金銭トレードでハーン取れなかったのかとも思いもしましたが、まあもう一人くらいどうにかもらえなかったのかなと感じたトレードではありましたね。という感じで今日まとまったトレード4件ざっと見てきましたが、いよいよトレードデッドラインまであと2日、まだまだ動きそうな選手は市場には残っていますので、ここから期限のその瞬間までどんなトレードが来るのか引き続き注目していきましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。